はい、どうも、シッチーです。今回はこちらのデックの自慢というかね、レビューの方していきたいと思います。私、ついにですね、この B の Win ですね、B の Win をね、手に入れましたんで、デック自慢ことデックレビューやっていきたいと思います。まず開封というかね、もうすでにね、これ買った時点で開封済みのものをちょっとフリマのアプリの方でね、買わせていただいたというものになります。本当は未開封品でね、ちょっとやってみたかったなっていうのはあるんですけれども、まあなかなかね、こちらお値段が張りますしね、ちょっとまずはね、この開封品でもいいから、まあ一応ほとんど触ってませんみたいなこともコメントに書いてたんで、でそしてあの未開封品のものの場合については滑りがね、あまり良くないというね、話でございます。他の方のね、レビューを見たりとかすると。なんで、まあ、開けたての状態で、まあ、僕に届いた状態でね、まあ、ちょっと開けてみて、あんまり滑りが良くなければ、本当に触ってないんだな、みたいなね。横もね、綺麗だったりとかすればいいな、と思って買ってみました。それではこちらの方、早速、見ていきたいと思います。まずはですね、箱なんですけれども、まあ、こちら、すごい非常にね、いい状態で、保管されてたのかなということで、きっちりね、あのビニールでパッキングされて、ね、送っていただいたんで、かなり綺麗ですね。箱についてはもう全然ダメージとかが一切ございません。本当に譲っていただいた方には感謝しかございませんと。こんな綺麗な状態でね、帰ると思いませんでした。カムブリックフィニッシュ書いてあります。こちらダイヤモンドバッグクラブスペシャルと、まあ、こちらね、箱の表の方にはクラブスペシャル B プレイングカーズと、書いてあります。でこちら B ですね、83の絵が書いてあります。あとは、裏面ですね、こちら映るかな、ちょっとね文字が書いてあります。ちょっとこれ中から出してみましょうか。まあ、ここが窓みたいになってて、まあ、ここのウィンのね、こちらスタンダードインデックスとなっております。でこれジャンボインデックスっていうのがある、あの別にあるらしいんですけれども、まあそれについては、もうなんだろう、最初からなんだカジノの仕様で耐えるレベルのなめり滑りの良さみたいなんで、ちょっとね僕は今回この滑りの悪い方をねちょっと触ってみたいなと思ったんで、こちら買ってみました。スタンダードインデックスですね。でこの滑りの悪い状態からどこまでね良くなるのかなっていうのもねちょっと見ていきたいなと思います。それでは開けます。側面すごい綺麗ですね。これ未使用、本当に未使用ですね。これ本当に開けただけなんじゃないかな、開けてちょっと触ったぐらいなんじゃないかなと思います。本当に何だろう、あのバイシクルとかでいうところのあのザラザラ感みたいなのすごいありますし、本当に開けたままの状態なのかなと思います。あでこちらですね、一番最初こちらブランクに、フェイスの方がブランクになっているカードにこのバーコードとこのウィンのマーク、ウィンホテルのマークとスタンダードインデックス、ですね。あ、C4、マーチですかね。マーチ2107。これは07年のマーチの21日に作ったよってことなんですかね。まあ、こちらはね、まあ、使わないんでちょっと取っておきます。はい、出ました。これどちら、ドーン。早速ですね。でこれも広告カードっていうかね、みたいになってますけれども、書いてあるのが「This special scanning code is another example of the United States Playing Company's quality and security control procedures special scanning of each tech and each tuck box」「Azure Accurate Packaging We appreciate you business」ってことでね、多分このバーコードでこの管理をすること、管理してます、管理ができますよっていうことなんですかね。ただこのウィンホテルのね、まあ、このカジノで使われてた、使われるための作ったデックっていうことなんですけど、まあ、この、ちょっとね、今からやっていますけれども、きっと、こうバック、あ、かっこいいね、こうバック。エンボスは割、まあ普通に、エンボスしてますね、ちゃんと。格子状に入ってるんですよ。ペタペタのエンボスないカードではないです。お、見てください、これ。
今ファンした感じなんですけど、結構滑りが悪いですよねこれ。今の普通のね、USB-C のカードとかだったらもっとね、綺麗に広がるんですよね。はい、これが滑りが悪いって言われてるところですね。いいっすねこれ。ほとんど本当に新品未開封とほとんど変わらない状態のウィンが手に入ったのかなと思います。嬉しいですね。でそして、滑りはまあ話に聞く通り最初は全然良くないということで、こっから成長していくのかな。じゃあ次ね、硬さですね。硬さ見てみましょう。硬いっすわこれ。硬い、なかなかね。ちょっと分かりますかこれ。これ結構ね、やってないとね、曲がんないっすわこれ。うまく力かけないと曲がってくれないですね。このホテルのデザインがね、こう上下でこうなってるっていうのがいいと思います。あんまりない、意外とないですよねこれ。そして表面についてはこの先ほどのカンブリックフィニッシュっていうのが施されているんですかね。これなんか独特な感じ、あ、これジョーカーね。あ、可愛いですねこのジョーカー。鉢になんかデビルちゃんみたいなのが乗ってます。ザ・ユナイテッド・ステイツ・プレイン・カンパニーシンシナティ・オハイオって書いてますね。スーベリ悪い。この音ね、聞いていただくと分かると思うんですけど、ブチ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 ね、なるんですよ。ブチ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 言ってますんで、硬さ伝わるかな。この音でもね、硬さ伝わるかなと思います。はい。まだ全然ですね。そしてこの裁断面も、だんだんね、滑らかになってきましたけども、ザラザラ感がある最大の状態からのスタートでございますと。このファローを入れてみましょうか。あ、ファローね、この半分ぐらいね、分けますと。どっち側なのかな最大。あ、硬いな。あ、でもあ、スッと入りますか。入りました。スッと入りますね。はい、もうね、パーフェクトじゃなくてごめんなさいって感じですけど、あ、スッと入ります。入ります。入る。よし、これね、ウォーターホール。たくさんウォーターホールの真ん中に。ごめんなさい。そしてスプリングね、硬いんだよね。とにかく硬い。これね、何回かやってりゃだいぶ扱いやすくなるのかなと思います。あ、だいぶ滑り良くなってきたな。かなり滑り良くなってきました。いきなりちょっとパケット系もちょっとやってみましょうか。シェベル、ね、はい、なかなかいいですね。はい、え、なんか滑りが全然違うんで、だんだん良くなってきてるな。え、すごくない？これ。これすごいですよ、結構。なんかもう触ってる感じが変わってきた。早いですよ、このデック。成長が早い。全然違うな。さっきまでと。やっぱこうね、まあ、育たせるっていうかね、まあ、デックを、慣れさせるには、ちょっとこういう、適度なプレッシャー、圧力をね、いい感じにかけていくことがね、大事です。まあ、トランプがぶっ壊れない程度に、こうやるのがいいのかなと思います。ですよね。いいな。ガンガンスプリングやったわ。いいね。ガンストラム。いいですね。
まあ、保持しやすいですね。滑りがそんなに良くないんで、まあ、今のところ、まあ、だんだん滑りは良くなってきてる感はあるんですけれども、バケットも保持がしやすいです。すごい太いですね、うん、ボーダーが太い、ボーダーがすっげえ太いそう。確かにカーディストリーの方にね好まれる理由もなんか分かる気がしますね。硬くてやっぱ硬めのやつがね、硬めでそんなに滑らない方がやっぱパケット保持しやすいですから、結構スベスベのサラッサラなやつだともうスル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 ね、結構扱いをだいぶ慎重にやらなきゃいかんっていうねところがあるので、まあ、そういう神経ね使わなくてもいい分楽なんですよね。まあそれがいいか悪いかはねちょっとまあ賛否あると思いますけれど、でいいね。スプリングね、していきます。ということでね、だいぶ滑りは良くなってきたんじゃないかなと思うんですけれども、ほらどうですよ、ほら最初にやった時よりもだいぶ滑りがいいですよね。あ、なんか裏返ってないどっか、今どっか裏返ってなかった。多分このいい数なので、まあ、こんだけね、グニ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 負けちゃってもね、まあ後でしっかり箱に入れたりとか、ある程度こうスプリングで補正をして、箱に入れてればね、ちゃんとね、治るんで大丈夫だと私は信じております。どうでしょうか、そろそろもう一回ファンしてみましょうか。行きましょう。ピン。どうですかね、最初よりはだいぶ綺麗に広がるようになったのかなと思います。もうちょっとやってみようか。うん、だいぶバランスよくね、広がるようになってきましたね。もうプレッシャーファンだったらもう問題ないぐらい綺麗にちょっとずれちゃったけど広がるんじゃないか、もう一回やってみよう。プレッシャーファンだともうバラバラバラってね、いい感じになりますね。いい感じだよ、いい感じですね。
そんな感じでございますと。ティフルファンもね、あ、こんな感じですね。バラバラとね、こんな感じですね。ちょっと形があんまり整ってない、ちょっと難しいな。なんか音もだんだん変わってきたみたいですね。ちょっとしないかな、ね、静かな音になっているというような気がします。うん、いいですね。さあ、どうでしょうか。だいぶそろそろだいぶね、いい感じになってきたんじゃないかなと思います。あ、いいっすね。色違うな、これ裏と表の赤、ちょっと濃いめのちょっとチョコレートがかった赤って感じですね。フェイスの赤、いだいぶ柔らかくなってきてるな。多分ノックの最初の V3 の時のやつの方が硬いな、硬さで。そっちの硬さで言えば上ですね。ノック V3 を触ったことがある方はその硬さ多分知ってると思うんですけど、ノック V3 の方が硬いですね。あ、だいぶスルスルいかないですね。じゃあ、なんだこれ、エンボス同士が噛み合いやすいのかな。このしまい、ファンの手じまいがすごいなんかこうちゃんとくっついてくるっていうか、はい、ということでね、まあ、だいぶ滑りは良くなったと思います、最初に比べるとね。で、またまだこれからね、どんどん使い倒してね、育てる感じをね、楽しんでいきたいなと思います。ということで、B-WIN の赤のですね、レビューなんですけれども、こんな感じになっておりますということで。はい、ということで B-WIN の赤ですね、の、レビューシートの状況こんな感じになっております。まあ柔らかいか硬いかで言えば、まあ硬いですね、硬い、うん、裁断面もすべすべか、ザラザラかというと、まあそんなツルツルスルスルすべすべはしてませんと。で、表面は滑らかですかっていうと、今まだまあちょっとね、多少は滑らかになりましたけれども、まあここからここぐらいかなと思います。はい、でこれからね、これがこっち側にね、グッと移動してきたりね、したら面白いなぁなんて思いながら、
触っていきたいと思います。ただね、今の段階でも、かなりあのパケット系のね、分けやすさなんかは、もうかなりね、やりやすかったりするんで、非常に個人的にお気に入りのトランプになりそうでございますという感じですね。はい、ということでね、こんな感じでデックの自慢をしながらデックのレビューをするみたいなね感じで、デック自慢という名のデックレビューコーナー、これからもまたやっていきたいと思いますので、もしよろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それではさよなら。